どうも皆さんこんばんは、たくあんボーイです。本日はたくあんボーイの動画撮影の一日のルーティンをお送りいたします。まず朝10時目を覚まします。今まで布団で寝ていたのですが、最近ベッドを克服しました。おはようございます。朝起きるとまずは白湯を飲みます。最近はすごくハマっています。そしてパソコンを開き、 YouTube でたくあん TV を確認します。今どんな動画が皆様が求めているのかチェックしておきます。それと同時に YouTube の急上昇ランキングなども確認しておきます。それを終えるとショート動画の台本を確認します。だいたい前日の夜に作成していますので、今日は撮影するだけになっております。必要な衣装などをリストに書きまとめて、すぐに撮影できるように準備をします。朝はとても苦手な私は大あくびを常にしております。スヌーピータイムだよワン。最近たくあんマミーが送ってくれた加湿器です。喉のコンディションがとても良くなりました。そして隣の部屋が撮影部屋になっております。とても寒くなっておりますので、暖房だけつけておきます。台本の最終チェックをし、撮影準備に入っていきます。テンションを上げるために音楽を流します。衣装を隣の部屋へ移します。今日使うのはこの赤ジャケットとパーカー、そして学ラン、そしていつものオレンジスーツですね。この衣装は欠かせません。さあまたあくびをしておりますね。ここではヒゲを剃っていきたいと思います。こう見えても意外とヒゲが濃いたくあんボーイ、毎日欠かさず剃っています。ヒゲを剃った後は軽くメイクをしていきます。メンズのウーのフェイスカバーですね。続いてワックスよりも最近はヘアオイルを使っています。最近ドンキホーテで適当に買ったやつなんですが、意外と調子がいいです。午後からは撮影をしていきます。はい、ありがとうございます。基本的に3本ほどまとめ撮りをしております。はい、ああそうなの。あと5分待ってくれる？お兄ちゃんお待たせ。 お兄ちゃんお待たせ、うん、テイク2。動画では一発で OK しているように見えますが、こうやって何回もテイクを取っております。そうかそうか、お兄ちゃんお待たせ。じゃあ今日はどんなの？お兄ちゃんお待たせ。今日はピンポン。お兄ちゃんお待たせ。じゃあ今日は大人の切符デビューだから、お兄ちゃんがプレゼントしてる。お兄ちゃんお待たせ。お兄ちゃんお待たせ。お兄ちゃんお待たせ。合ってるよ。完全にゾーンに入ってますね。お兄ちゃんお待たせ。今日は大人の切符デビューだから、駅員さんがプレゼントしてあげるね。合ってる合ってる、自信持っていこう。次は学生役を演じます。この学ランはいとこからもらった学ランです。すいませんキンさん、すいませんキンさん。いや遅れてるじゃないですか。いや遅れてるじゃないですか。学生役もできるうちにやっておかないとですね。知らなかったです。でもお金が足りないです。さあ続きまして女装コントですね。女装するときはメイクをより濃くしていきます。こちらコンシーラーですね。はい、アイシャドウも塗っていきます。メンズメイクを100日やっていたのもありましてですね、しっかりとメイクができるようになりました。しっかりと涙袋にも塗っていきます。大事なのはこのノーズシャドウですね。これだけでだいぶ女性らしさが出てきます。はい、ハイライトも忘れずに、そしてシャドウもこれで骨を削っていきます。男性らしい骨を削り女性っぽく見せる、大事ですね。リップですね。元から血色はいいんですが、さらに女性らしく赤くしていきます。
はい、まさかのおばさん役ですね。おばさんもやっぱメイクはしっかりしますね。これ実はリーゼントのカツラなんですけど、反対にかぶっておばさんっぽくしております。こちらが女性のコントですね。やはり横から見るとヒゲが目立ちますよね。さあ続きましておじさんコントですね、一度メイクをすべて取っておじさんメイクをしていきます。何の躊躇もなく描いていきますね。完成しました。いやできてたじゃねえかよ。だからここできたじゃねえかよ。だから切符を返してもらえればそれで岡崎まで帰れるんだ。あと80枚くらいあるからよ。嫌なおじさんですね。オッケー、ありがとうございました。撮影が終わるとデータを早速パソコンに移して編集作業に移ります。ここでセリフが抜けていないかなど確認していきます。早速動画編集をしていきます。使っているソフトはプレミアプロです。グリーンバックで撮ったのですぐに背景を作れます。そしてテロップを入れていきます。テロップが終わるとタイトルをつけます。タイトルはとても大切ですね。皆さんにより分かりやすく伝えるためのタイトルをここで考えます。今日のタイトルは秒単位の遅延症を求めてくる乗客でした。そしてここから音楽を入れていきます。するとよりショート動画っぽくなってきましたよね。このようにして僕のショート動画は作られております。さっきグリーンバックで撮影したものが編集ソフトによってこのように作品としてなり、皆様の手元へと届けられているのでございます。45秒に着きましたよ。45秒の遅延症をください。あの電車は基本15秒単位で運転してるんですが、まあ時刻表にはそこまで書いてないですけどね。そうだったんですか。ってことはさっきの電車は15秒の遅延です。遅れてるじゃないですか。動画を保存すると今日の仕事は終わりです。夜は散歩に出かけることがあります。だいたい買い物ついでに散歩に出かけます。ここの道にはよく黒猫が現れます。夜は現れないですね。昼間に歩いているとたまに出てきますね。さ、寒いので早く帰ろうかなと思っていると思います。さ、今日のご飯はチャーハンと味噌汁、そしてバニラヨーグルトですね。基本簡単な料理しかしませんので、チャーハンはまあいつもよりは頑張った方ですね。味噌汁は長野で買った味噌汁ですね。そして最近はバニラヨーグルトハマってます。
それではお風呂タイムです。たくあんボーイはシャワーを浴びます。お風呂に浸かることはめったにありませんね。たまに銭湯に行くときはあります。お風呂に上がると化粧水を忘れずにつけます。肌が弱いたくあんボーイには必須ですね。乳液も忘れずに。もうすぐなくなりそうですね。ドライヤーもしっかりとやっていきます。寝る前に日記を書いていきます。このマイブックという小説なんですけども、まあほぼ日記ですよね。ここ3年ぐらいもう書いてますね。特別に今日の日記だけ教えちゃいます。1月14日金曜日、ローソックスを履いて外へ出たら足首がとても冷たく凍るところだった。今後はハイソックスに限る。今日は7時頃まで眠れず、11時頃からルーティーンを取った。昨日のモンスターとコーヒーが効きすぎた。それではおやすみなさい。皆様またお会いいたしましょう。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。